はい、皆さんこんにちは、のぶです。プラネットズーやっていきますよ。いしょ。さあ、前回はこちらサファリゾーンをね、完成させることができました。なんとかね、トラックにお客さん乗ってくるようになって、いや、私めっちゃ安心しました。で、今あの動物さんたちが当選募集のね、君は確か、そう、セーブルアンテローブくん、こんにちは。あー、で、ここにはイボイノシシの赤ちゃん、こんにちは。かわいい、めちゃめちゃかわいい。はい、うわー、めちゃめちゃかわいいじゃん。まあ、というわけでね、このサファイゾーンにはたくさんの動物たちが暮らしています。ちょっとね、荒削りなところも多いんですけど、なんとかここまで来れました。で、現在ナパリパークには何種類動物がいるんだろうな。このサファリエリア完成でね、だいぶ増えたと思う。なので、今回も引き続き動物をね、増やしていきたいと思います。よし、やっていきます。さあ、今回はそうだな、じゃあクマさん、クマさんを買っていきましょうか。クマさんはね、たくさん種類いるんですよ。灰色グマ、ヒマラヤグマ、そして上の方にはね、確か台湾ツキノワグマっていうのもいるんだよね。あー、じゃあ台湾ツキノワグマを買いましょうか、今回。あー、かっこいいすげえ、めちゃめちゃ強そうだな。で、住んでるとこはまあ台湾っていうぐらいだからね、台湾なんだ。で、結構広い飼育エリアを作らないといかんね。で、あとは、そうだな、檻の強度はグレート4、結構強めだね。で、クマさんは木登り得意って言うからね、登るらしい。で、生息データ見てみると、一頭ずつだな。クマさん一頭ずつ買わないとあかんらしい。あ、そうなんだ。で、まあもちろん他の種類と共存することはできないということで、じゃあクマさん買っていきましょう。で、結構製品が異なってるから、なんとかしてくださいっていう、もう声がめっちゃ多数来てる。わー、もうね、増えすぎなんだよ、みんなすぐ大人になるからやめなさい、喧嘩は喧嘩やめて、ちょっと君ら、君らやめなさい。はい、お、はい、野生に返します、そういう悪い子は。はい、はい、もう野生帰りなさい。はい、じゃあクマさんのエリアはこっちの方に作っていきましょうか。じゃあクマさん、はいはい、じゃあこっち行くよ。で、こんな感じで、で、ちょっとあれだな、山みたいな感じにしていこうか、この辺は。じゃあ、サイズを上げて、で、こんな風にちょっと山の上を行くみたいな、そんな感じやっていこう。さあ、こうして、こうして、さあ、この辺も人気ゾーンにしていきたいな。さあ、まずはこんな感じで上へ上がるような、山を作ってみました。じゃあ、さあ、ほどで、こうして、こうして、で、こんなもんでいい。で、これに合わせて作っていけばいいかな。じゃあもう一回、地形で、こんなもんか。あー、もうこんなもんでいいかな。よし、じゃあ、これで、さあ、この辺にじゃあクマさんのエリアを作っていこう。こんな感じでいいかな。で、クマさんの檻の強度は4って言ってたから、じゃあカレンガにしましょうか。で、登れないように、じゃあ、まあ、6メートルぐらいでかーもうどんだけ私、クマさんを警戒しているやろ。じゃあ、ちょっと、もうちょい、もうちょい、なんか、設定とかできる。もうちょっと柔らかい感じで作りたい。はい。で、こうして、はい。で、こんな感じ。で、結構広めな、檻が必要だと思うから、じゃあ、こんな感じ。はい。まあ、狭かったら、後で作れば。いいもんね、また。はい。で、こうして。で、こうしましょうか。はい。さあ、こんな感じでいきましたね。で、この、お客さんが見える部分を窓にしていきましょう。窓。じゃあ、マジックミラー。じゃあ、こう。で、はい。で、窓にするにはどうしたらいいかな。窓を作りたい。はい。OK、いいね。さあ、で、窓を。おーし、なるほど。で、こうしていけば、で、窓ってやると、おー、いいね。さあ、そして、ここに、飼育員さん用の道を用意して、で、道も用意しまして、こう、こう、こう。で、スタッフ専用歩道。はい。こんな感じでね。はい。で、あと、飼育小屋も用意しましてですね。飼育小屋。はい。で、飼育小屋は、これか。で、台湾だからな台湾どんな感じだろう、和風みたいな感じだよね、きっと。じゃあ、こんな感じで。はい。はい。さあ、ここに、じゃあ、月のアグマさんを
入れましょうか。じゃあまず買っていきましょう。はーい、台湾付きのワグワ、はい。じゃあオス買いましょう、こいつ。じゃあ買いまーす。はい、で動物園へ送る、ここ。さあでは検疫所も増やしていこう。どうしてね、私こんな負傷してる動物ばっか来るのかなと思ったらね、この検疫所がないかららしい。この検疫所を通してからじゃないとね、どうしても動物たちが病気を持ったり怪我をした状態でこっち来るんだそうでね。なのでこれ作っていきましょう。検疫所はね、じゃあこうしましょうか。んー、ちょっとここあれだな、向こう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 の方作ろう。こうこう、さあ検疫所も増やすぞ。はい、こんな感じでいい。ちょっとぎゅうぎゅうになっちゃうけどね。さあクマさん来ました、クマさん来ましたよ。さあクマさん、あーなんかちっちゃいな、思ったよりちっちゃいじゃん。でクマさん、まあパラメーター、あーやっぱ負傷してる検疫所がなかったからか。じゃあクマさんのために檻作っていきましょう。まず敷地面積はこれの半分ぐらいでいいのか。で植物や登れる場所が全然ないと。なるほど。じゃあまずは檻をちょっと編集しましょう。さあちょっと檻を狭めてみましたけど、どうかな、クマさん大丈夫で、マジ負傷してるからな、持ってった方がいいな。はい、獣医を呼びます。スペースは、あー大丈夫そうだね。であとはハードシェルターとか地形も整えていこう。はい、じゃあ一旦停止。さあシェルターはまあ一人用だからそんなに大きくなくていいよ、大きくなくていいからね。ちっちゃいやつ、クマさんが入れそうなとこ、ここの、ああいいじゃんいいじゃん。これはちょっと狭すぎるか。どういうのがいい、クマさん。じゃあこことか、じゃあここに置いとくよ。はい、で寝床、さあ寝床置いとくよ。はい、はいはいはい、こんな感じでいいかな。で次は地形か。草が長すぎるって言ってたな、草嫌いな人多いね人っていうか動物。じゃあまずは短い草に変えますよ。でこれで次は土はじゃあ固めのやつにしよう。はい、じゃあこの辺を、はい。さあこれでパラメーターは OK で、あとは登れるエリアか。であと植物も足りないって言ってるのは、結構植物いるんだ。了解。じゃあ植物も増やしていきましょう。アジアだよね。じゃあアジア、はい、いやアジアはじゃあアロエベラとか置いていきましょうか。うんうんうん、じゃあこの辺に、はいはい。さあこれでどうかな、だいぶ自然は植えたけど、よしこれで OK だ、自然は OK で、地形も、あとどうかな、はい、あと登れるとこか。あーで登れるとこちょっと値が回復した、だからなんか植物とか置いた方がいいのかな、多分そういうことではないよな、多分ハードシェルターができたからそういうのがあれって言ってんだよね。じゃあ飼育エリアで登れる場所これか。大きい動物用のやつ、あーこれでかすぎるでしょ。ああなんかこういうのいいね、うわーちょっと狭いなちょっと狭いな、横に長いからね、大型用の、あーこれとかいいじゃん、あーいいねいいね、こういうのいいんじゃない。じゃあこのこの辺にしとこうか。はい、こう、あれあれなんかなくなっちゃったけどはい、でどうかな、クマさんどう、あーこれじゃちょっと不満なのかな、じゃあこれとか置いてみようか。はい、でもこっちのクマさん見えねえなさあこれどうかな、はい、でクマさんこっち来てくれるかな。であーで検疫所連れてかれた。さあクマさん、よし戻ってきた。さあ怪我治ったかな、クマさん。はい、で新しくこれがクマさん用の檻になりました。もうめちゃめちゃごちゃごちゃしてるめっちゃ物置いてある。さあこれでクマさん、はーい、いらっしゃい、どうもー。さあクマさん、まあ、とりあえずパラメーターはこれで OK だね。で植物も適してる。であと充実品が足りない、そうだ忘れてた。じゃあ充実品置いていきましょう。じゃあ
台湾と、はい、台湾ツキイヌワグマの、じゃあ遊び場、遊び物は、はい、これ、この辺で、で、これが、あれか、この木の中にある餌をほじくるみたいなやつか。で、これはいつもクマさんが使っている餌。もうこんなにいらんか、でも、まあ、とりあえずじゃあこの辺置いとこう。はい、あとおもちゃ、おもちゃで、おもちゃはじゃあダンボール。はい、で、ダンボール、ダンボール。あー、で、クマさんそこでくつろいでるのね。さあ、遊べ遊べ。クマさん見えるかな、お客さん。さあ、で、充実品は OK だけどスペースが足りないって言ってるのは、マジでスペースよさそうだけど、なんだろうな。ちょっとあれかなあれかな、ちょっと狭すぎたかな。まあ、とりあえず他は良さそう。うん、これで良さそうだね。で、もう一匹ぐらいいても良さそうだな。じゃあメスもう一匹追加しましょうか。はい、じゃあ台湾ツキノワグマもう一匹買います。メス、さあ、もう一匹来ました。さあ、台湾ツキノワグマさん、いらっしゃいさあ、で、この子パラメーターは、ああ、いい感じだね。この子やさそう。ああ、だけどちょっと檻を広くしたからなんか不満を持っちゃってる。ってなるとこの子もそうだよね。ちょっと待ちなさいもうわがままなんだから。じゃあ、地形で、で、ちょっと土を増やしましょうかね。はい、これでいいんじゃろう。で、次は草が短いのが足りないって言うとる、もうわがままよし、これでいいでしょう。よし、 OK。 さあ、これで、はい、で、一回これも移動させんといかんからもうね、こう檻をいじるのは結構大変なんですよ。で、こっちももうちょっと奥にやらんといかんし、待って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 。さあ、これで完成しましたよ。さあ、クマさんどうかな。社会性 OK、 マックスいった、よかったよかった。ちょっと狭かったんだ。あー、で、メスのクマさんが早速遊びに行ってる。あー、で、ちょっと水場が足りないわ、忘れてた。じゃあ水、で、サバンナシマウマが個体数が多すぎるって言うとる、ごめん。やり直すから。ちょっと待ってて。で、ここは、はい、じゃあ水場、はい、じゃあ水場こう置いとくよ。はい、よし、OK。さあ、社会性がまた下がっちゃった、どうしたあ、OK、よかったよかった。さあ、じゃあクマさんの様子見てみよう。あ、かわいいめちゃめちゃかわいい。あ、で、ちょっと傷だらけだ、大丈夫かこれ検疫所作ってなかったからか。あ、で、ちょっとお腹ペロペロする、かわいい。ここサムネ決定やな素晴らしい。なんでこんな傷だらけなんだろうね誰と喧嘩したんだろう。で、向こうにいる、メスはどこにいる。あー、そこにいるか。メスの方がちょっとちっちゃいんだね、やっぱり。あー、でもね、ここね、子供を産むともう一気にバランスが悪くなっちゃうから。あー、で、早速、クマさんが登ってくれた。あー、またそういうことじゃねえ。待て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 。さあ、変なところに檻ができてしまったけど。さあ、メスのクマさんが、ああ、外界を見下ろしていらっしゃる。さあ、で、うわー、すげえ、なんか、パッと見コアラさんに見えなくもないけど。わ、こういうとこ登るんかな、本物のクマさん。いやー、あー、で、気持ちよさそう。あ、で、こっち降りるのね。ようできてるな、このゲーム。もうめっちゃギリ、めっちゃ瀬戸際のとこ歩いてるけど。落ちないでね。いや、かわいい。かわいいな、クマさん。さあ、こっちで。あー、うんちしてる、うんちしてますよ、皆さん皆さん、うんちしてます。オスの台湾ツキノワグマさんが。めっちゃブリブリしてる。うわー、ちょっと、まあ、傷が痛々しいな。じゃあ、ちょっと、検疫所、持っていきましょう。さあ、クマさんゾーン、お客さん来てるかな。あー、よかったよかった。何人か来てくれてる。じゃあ、すかさず募金箱置いていきましょう。募金箱、ちょっと待って、貴様ら。さあ、金置いてけ。はい、さあ、皆さんお金置いてってくださいね。ただじゃないですよ、ただじゃ。で、ここにもしっかり教育台というか案内板、どれだっけ。案内板は確かこれだ。
じゃあここに、はい、じゃあ案内板を置いておきます。はい、でここクマさん、クマさん、はい、台湾付きのアグマ、あで電力が未供給だということで、じゃあ変電所も置いていきましょう。はい、変電所、ここはこうかな。はい、どうだ、難しいな場所、こんな感じ、こんな感じにするか。はい、よし、さあこれで電力取った、 OK。 さあ台湾付きの悪魔についてなんか書かれてますよ。ああ、ちゃんと見てくれた、 OK。 やっぱこの案内板大事だね。でこれが月の悪魔さんの生態が書いてあると。で台湾刺してないやんけ。まあいいでしょう。やっぱちょっとこのズタズタな熊さんちょっとかわいそうな、まあこの子はちょっと野生に返そうか、ごめんね、もうこんなとこに来てしまって申し訳ない。じゃあもう一頭別の台湾月の悪魔さんを買いましょう。台湾月の悪魔、あーこの子、それかこの子だな。じゃあとりあえずこの子買いましょう。はい、じゃあ購入して、はい、こっち、はい、いらっしゃい、ちゃんと検疫所通ってからこっち来なさいね。さあ来ました来ました、はい、さあニューフェイス台湾月の悪魔さん来ましたよ。はい、新しいオスです。さあちゃんと今回は傷だらけじゃないよね、信じてるよ。あ、今回は綺麗なクマさんでよかったよかった。はい、いらっしゃい、どうも、いらっしゃい。どこ行っちゃった、ここか。はい、あの気をつけてくださいね、整備士さん、もう何されるか分かったもんじゃないですよ。あ、で早速登ってくれる、あー嬉しい、かわいい、めちゃめちゃ上手に木登るね、実際もそうかもしんないね。うわーすげえ、わー、クマさん、クマさんどうもこんにちは。あー、ご機嫌だね、ちゃんと登ってくれるのが嬉しいな。さあいらっしゃい、いやー、クマさんを迎え入れられるなんて、てかここからこっからなんかジャンプしたら、あのこの檻から出られそうだね。あーで降りるのねわー遊んでくれてる、めっちゃ嬉しいなー。あー、いや素晴らしい、これは。さあでこっちでは、あークマさんが眠ろうとしている、まあ、かわいい、このシーンめっちゃかわいいな、このクマさん。もう日が全然当たってなくてめちゃめちゃ暗いけど、まあ、逆に寝やすそうだね。いやーくつろいでますなー。あーで寝ると、あーあくびしてる、かわいい超かわいいんですけど、あーかわいいわ。でこっちのメスの方は何をしてんのかな、メスちゃんは、こういたいやる、でちゃんとお客さんも見てくれてるね。あー、だんだん集まり始めてる、あー素晴らしい素晴らしい、よしいいぞいいぞ。さあメスちゃんは、はい、こっちです。さあしっかり遊んでくれてます。あ、なんかこの飼育エリアなんかいい感じだね、いい感じでクマさんが遊べそう。うわーかわいい。あーでしっかりクマさんがダンボールで遊んでくれて嬉しいね、嬉しいね、ありがとう。で向こうのクマさんはまさか、あーうんちしてたクマさんうんちしてたわ。さあでダンボール遊びに飽きて飽きてどうする、ご飯とかも食べてみてほしいな。あーで掃除してくれてる、ありがとうございます。いやー助かります。あーさっきした うんちをもう できたてのうんちをちゃんと回収してくれた、ありがとう。あーでまさか今うんちしてる、まさかうんちしてるうんちしてるよね、ごめんね、食事中の方ごめんなさい。あーちょうど吸ってくれた、ありがとうございます、助かりました。あーそしてさらに、あー水飲んでくれてる、ありがとうありがとう、かわいい、水飲んでる姿もかわいい。こう動物たちがね餌食べてる姿ってめちゃめちゃかわいいよね。あー向こうの方では、あっちはオスかな、あー向こうはオスだね、オスのクマさんが登ってるね。はい、じゃあクローズアップ、おおすげえ、お客さん来てるからねたくさんサービスしてあげてくださいいいね、このなつぶらな瞳いいよね。はい、それでは今回はここでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ、よしかチャンネル登録、高評価お願いします。
ぬべでした。さよなら。